ランニングマンダンスランニングマンはヒップホップダンスの基本動作の一つ。立ち位置を変えずに走っているような動きをするダンスである。もともとは1986年後半から1987年前半にかけて始まったアフリカのストリートダンスおよびファドダンスであるが、ジャネット・ジャクソンのヒット曲リズムネーションのミュージックビデオと彼女の世界ツアー。 リズムネーションワールドツアー1990を含む様々なライブでパフォーマンスされたことで知られる。ダンスの初期のパフォーマンスには1978年にベルリンで開催されたフェラクティのコンサートクロス、エグザミネーションにおいて彼のバックダンサーが行ったものがある。さらに MC ハマー、ボビー・ブラウン、ミリ・バニリ、バニラ・アイスがライブコンサートやミュージックビデオに取り入れ、 2000年代に新たな人気を獲得した。メルボルンシャッフルの一部の形式でも使用されている。ランニングマンは2007年にセレブリティの注目を集めることに成功した。ブリトニー・スピアーズはザ・エム・エムズツアーの中で敬意を示した。女優のスカーレット・ヨハンソンはセブンティーンとのインタビューで次のように語った。私は素晴らしいランニングマンができますよ。 2008年、イギリスのグループユタ・セインツは、1992年発売のサムシング・グッドを再リリースした。ミュージックビデオは1989年が舞台となっており、ランニングマンの流行がウェールズのカーディフから始まったことを示唆するというコミカルな内容になっている。ありがとうございます。